ちょっと痩せたけど、やっぱり、高カロリーなお高飯も食べたいわ。食べたすぎて。んなこと聞いてねえよ。食べんの食べねえの食べたいわ大盛りのガーリックライスを胃袋にぶち込みたいわだよな。えこん中に、大盛りを迷惑だと思ってる奴いるああガーリックライスのカロリーに、ひよってる奴いる いねえよなめちゃくちゃ食べるぞということで今回はガーリックライスで優勝していくことにするわね。まずはメインのステーキからだ。数字を取り除いたステーキ肉をじっくり焼いていくわね。ステーキ作りも男の人生もどっしり構えておけよ。その通り。 焼き上がったらお肉アルミ入りで包んで休ませましょう。そしてそのままガーリックライスを調理。ステーキの旨味は一つも無駄にしねっつうわけだ。先にフライドガーリックを作っておいたら、お前の食べたい量の白飯をフライパンにぶち込んでけ。お醤油と刻みに肉、塩化粧で味を整えたら、ガーリックライスはあっという間に完成ね。おぉ。 そろそろ休ませておいたステーキもいい感じじゃねえかああ、なんていい断面の色のお肉なの。ここにフライドガーリックを散らして。バターとパセリでとどめだせーのあらやだ、美味しそうやだ,やだって、一緒になって作ってたけど、俺はこれ食えないんだった。 いや、うますぎ、うますぎて。馬になったわね。ま、食べているお肉は馬じゃなくて。牛なんだけどな。いや、ありがとうございます。欲望の赴くままに作るお料理。やっぱり最高ね。ああ、家帰ったら速攻作って食ってやる。ということで、あっという間に完食。はい、はい、江戸店。